どうも、阿部です。今日はですね、こんなものを紹介してみたいと思います。ででん、弾ける美味しさキャラメルポップコーン、イエイ。はい、こちらの、キャラメルポップコーン、ですね、セブンイレブンに行った時たまたま売ってたんですよ。で、価格は98円なんですよ。まあ、大体カップラーメンぐらいのサイズですね、この容器は。で、中身は、50g 入ってます。はい、まあ多いんだか少ないんだかわかんないですけども、まあ、ちょっとキャラメルポップコーンがね、98円で、まあ、手軽に食べれるっていうことで、ちょっと好きなんでキャラメルポップコーン買ってみました。早速開けてみたいと思います。おお、結構入ってる、割と入ってる、思ってたより入ってた。もっと少ないかなと思ったんですけど、結構入ってる。なんかね、結構丸い感じ、丸い感じ、なんか丸っこい、丸っこいです。いただきます。うん、うん、なるほど、思ってた味よりも全然違かった。うん、なんか思ってるよりもちょっと違かったな。なんか、まあこう見た感じ、完全にこうただのポップコーンにこのキャラメルのソースをなんか塗ったみたいな感じなんですよ。あえたみたいな感じなんですよ。だから、その普通のね、キャラメルポップコーンがあったとしたら、それってキャラメルと一緒にやってると思うんですけど、どうなんかわかんないですけど、なんかキャラメルの苦味みたいなのがなくて、本当にミルクキャラメルって感じの甘さで、ちょっとくどいかなと思いました。なんか焼き塩を加えて美味しさアップって書いてあるんですけど、まあ確かに美味しいんですけど、結構甘いっすね。うん、結構甘い、思ってたより。ミルクが多いな、ミルクが強い。でもうまいんで、よしとしよう。はい、というわけでね、こちらのキャラメルポップコーン10点満点10ポイントは、そのやっぱさっきも言ったけど、思ってたよりも甘すぎた、甘すぎた、結構甘すぎた。なんかキャラメルの苦味みたいなのがなくて、その焦げた苦味みたいな、ちょっとなんとも言えないなと思いました。まあでも98円ですごく手軽で買えちゃうんで、まあ、130円とかかけてキャラメルポップコーン食べたくないじゃないですか。98円だったら、まあちょっとならいいかっつってこう買えちゃうじゃないですか。なんで、まあ、食べ過ぎとか買いすぎには気をつけた方がいいんですけど、まあちょっとね、ちょっとした時に、ちょっとだけ時にはまあいいんじゃないかなと思います。僕はちょっとセブンイレブンでたまたま見つけたんで、他のコンビニで売ってるかどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、見つけた方はぜひね、ちょっとチェックしてみてください。というわけで、以上キャラメルポップコーンでした。バイバイ。なんだしこいつと思って、まあ別にパンチコメントを残すのは別に僕は構わないです。僕は別に